こんにちは、みゆきです。いつもご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もありがとうございます。今日は6月あなたに起こることというテーマでリーディングしていきたいと思います。全体運とお仕事運、恋愛運という感じで引いていきたいと思います。6月と言いますと梅雨という感じなんですが、私は、紫陽花がとても好きなので、どこかに見に行けたらいいなと思っています。はい、それでは選択肢引いていきます。よろしくお願いします。選択肢 A、ローズクォーツ。選択肢 B、ヘマタイト。選択肢 C、 ユカナイト。この3つの中からお選びください。複数の選択肢で迷われた時は両方のリーディングをご覧ください。まだ決まらないという方は一時停止ボタンを押してお決めください。それではリーディングしていきます。A、ローズクォーツをお選びの方のリーディングを始めます。よろしくお願いします。まずは現状から。現状なんですけども、4月5月とたくさん行動を起こされていた方が多かったのかなと思います。たくさん動いて、たくさん決めて、計画を立てて実行していった、そんな感じがすごく伝わってきます。対になってるような感じなんですが、なんか自分の現状を直視して帰ってこられた、ここがもうちょっと変わってほしいなっていうところがずっとあって、
そこに対して、変化するために行動を起こしてきた。で、それが進んできているっていうのと、これがね、すごくこう、なんか昔の恋が復活してきたとか、昔片思いしていた人と出会っまた出会ったとか、でもやっぱりこう計画を立てて周りの方を助けたりとか、強く決断をした、やっていこうと決断をした、だからね、これなんかお二人っていう感じもするので、もしかするとその一緒にやっていこうという決断をしたっていう方もおられるかもしれません。はい、それでは6月の全体を、はい、それでは6月あなたに起こることの、全体運ですね。やっぱりその計画を立てて進んだことによって、それがすごく成功しそうですね。成功してやったという感じになっていますね。周りの方から褒められたりとか、それによって何かこう支持してくださる方が、ファンとか協力者が増えていく。だからどんどんこう先へ進む、なんかね、進み続けておられて、もうその元いた場所をもうきっちりと去る、もしかすると、もしかするとというかね、なんかもう全然後腐れがない感じで進まれているような気もするんですが、その何かやり残したことがあったりしたらば、もう見切りをつけてやってしまうとか、もう完全に次のところに移動していくような感じになりそうです。ワールド出ましたね。はい、ワールドということはやっぱりこうやってこられたことがうまくいくし、賞賛を浴びるということですので、大成功なんですが、さらにその上のその成功にあぐらをかかずに、もっと勉強していきたいっていう気持ちが高まっていく。すごく計画をきっちり立てられる方のような感じがしますので、またさらにもっと計画を立てられて、
次へ進むということですので、まあ、そうですね、次へ進むっていうことですので、次へ進むために勉強をし始める方が多いのではないかなという感じです。はい、まあお仕事本をプラスするのもあれなんですが、なんか大成功という感じなんですが、お仕事で弾いてみたいと思います。称賛を浴びると出たんですが、まあでもやっぱり戦う、お仕事はもしかしたらライバルの方がおられたりして競い合うがあるっていうのと、まあその進んでこられて行動を起こしてこられているので、計画を立て直す、まあ、その成功を収めたり、まあ、一つ終わるね、このなんかこうね、一つ終わ成功して終わるというか、まあ、次へ進むために一旦止まることも必要だと、もう十分計画を立てられている方のような感じなんですが、まあ、一旦止まって考えてみる。で、まあ、計画っていうとそのコントロールという感じもしますので、まあ、計画外のことっていうことが案外いい場合も、まあでもね、計画性っていうことがすごく出てるので、まあ、身を委ねる部分が難しいかもしれないんですが、まあ広い視野を持って手放してみるタイミングも必要かもしれないですね。まあ基本的にはすごくいいと思いますので、その中の、プラスで一旦止まったことによってやっぱりひらめきが起こるっていうこともありますので、進み続けるというよりも、まあ、その結構頑張ってこられているので、ちょっと一旦止まってから次へ進む、計画を立て直したりとか、広い視野を持ってみるっ
ていうことがいいかもしれません。はい、それでは恋愛運。6月の恋愛運ですね。6月、はい、はい、自分の魅力を改めてというか、持つこと、自分の魅力に気づくことによって、もう引き寄せるので、こんな恋愛をしたいとか、こんな方がいいっていうことをやっぱりこう理想形っていうのを紙に書いたりとか思い描くっていうことが結構その叶ったりしますので、そういうことをやってみてほしい感じです。まあすごくやっぱりね、この方結構行動される方のような感じなので、まあ成功、あなたの魅力に気づくことによって成功する、なんかすごく熱い関係を気づける、そんな感じもします。はい、なんかこうね、こうなるっていうことを、いい風にいくっていうことを信じる力っていうのが、その執着になってしまうと難しいんですが、信じることによって叶っていくっていうことがありますので、その行動っていうことですが、その信じる、うまくいくと信じるっていうことをぜひやっていただきたいと思います。まあ、そう、基本的全体運としてこのワールドが効いていますので、多分すごく恋愛も叶っていく、思うようなね、こう思ってイメージしていただいたことが叶っていくような感じがします。はい、それでは選択肢ですね。常に私たちっていうのは宇宙とつながっているので、メッセージが、インスピレーションとか、なんかひらめきとかで降りてきます。で、そこに気づく、まあ、そういうそのメッセージを気づいて。行くっていうのと、やっぱりその ついついそのなんかこうメッセージだけっていうことではなくて、やっぱりまあこの方すごく行動される方だと思われますので、行動はされていると思うんですが、まあその感覚的なことと、
行動とか地に足をつけるような、ね、このカードすごく飛んでるんですけども、まあそのどっちかに偏らない、どっちも大事っていう感じがしますので、まあ、6月はそのインスピレーションと、まあそのまあ、例えばコツコツ進むようなこととか行動に起こすみたいなことのバランスをちょっと取ってみられるといいかもしれません。はい、最後にアドバイス、まあ今のもちょっとアドバイス的なんだったんですが、さらにアドバイスを引いていきたいと思います。はい、コミュニケーション、なんかこのコミュニケーションすごくハートフルな感じのコミュニケーションなんですが、なんかやっぱコミュニケーションっていうのはある意味こう相手にとってか相手に向けてプレゼントする、まあ、気持ちを伝えるみたいなところではあると思いますので、まあ、恋愛運っていうと、まあ、もちろんその引き寄せっていうカードも出ていたんですが、こちらから伝えるその気持ちを伝えるとか、そういうなんかこう現実的な行動をとってみるとか、いやまあでもこうすいません、行動で何度もお伝えしますけど、このカードの方すごく行動っていう感じがありますので。まあ、もちろんもしかしたらそういうこともされてるのかもしれないですが、その行動に移す、なんか言葉にして伝えるまあもしかするとそのお付き合いされている方がおられても、ずっと一緒にいるとなかなかその言葉にしなくなったりすると思うんですが、まあなるべく言葉で伝えていく。今回あのパートナーおられる方といない方分けなかったんですが、なんかこう自分の魅力を信じると、すごく信じるというか、まあ基本的にはどんな方にも魅力はあって、それを、まあ、自信を持つと、すごくその気持ちって伝えやすくなったりすると思うんですが、そういうなんだか自分を信じるっていうのと、まあ、自分を満たすこと、自分へのコミュニケーションとか、なんか自分のことを大切にすることによって相手も大切にできるみたいなこともあると思いますので、そういうことも良いかもしれません。はい、では A ローズクォーツをお選びの方のリーディング以上になります。ありがとうございました。B
ヘマタイトお選びの方のリーディングを始めます。よろしくお願いします。まずは現状から。少し辛い方が多いのかもしれませんね。ちょっと思っていた通りの結果が得られなかったことがあったりとか、それによってちょっと失うことがあったり、すごく頑張ったんだけども思うようにならなかった。思うようにならなかったけれども、その進んだことっていうのは、経験として残っている。一緒にその辛さとか、その一緒に頑張った仲間と共有できるけども、頑張って落ち込んでいることもあるし、その持っていたものもちょっと失ってしまったものがあって、ちょっと辛い状況のような感じがします。はい。やっぱり先ほどもお伝えしたように、その頑張って失ったけれども、それが経験値になって、人に教えれるような感じになっていく。いや、これすごくこう、恋愛はうまくいっていたのかもしれないですね。今ですね、恋愛。諦めない。恋愛はだけどなんか良さそうな感じがしますね。そういうこうお仕事とか、やってこられていることとか、他の人間関係っていうのは、人間関係っていうか、お仕事でしょうかね。お仕事とか、趣味とかの方はちょっとうまくいかなかったけれども、それによって経験値ができて、あとその恋愛はなんかこうほっこりとうまくいっておられるような感じがします。もしかしたらその頑張りを陰で支えておられた方がいたりとか、いたのかもしれません。はい。6月あなたに起こること。
全体音ですね。全体音なんですが、なんかすごくやっぱりこう今なんかうまくいってられる方が多いようですね。6月もその引き続き、まあパートナーじゃなかったとしても、まあそのこの4月5月で、まあアタックしたりとかして、成就される、6月は成就するし、恋愛成就するっていう感じですし、すごく楽しいシーズンになるんじゃないでしょうか。まあちょっと落ち込んでおられた方が多かった感じなので、なんかね、まあもしかするとご家族がおられたりすると、ご家族で楽しまれたりとか、恋人がおられない、パートナーがいないよっていう方も、見つかるような、見つかるというか、そうですね、なんかねこれ射止めてる感じなんですが射止めるかもしれませんね。なんかこうお好きな方を射止めるかもしれません。はい、このカードがちょっとね、まあちょっとその6月までの期間が辛かったので、進むのが怖くなって、想像力がいっぱい膨らんでしまって、ちょっと頭でっかちになってしまっているかもしれません。なんかこう不足して欠乏感みたいになってしまうと、ついついその欲しいばっかりとかが目立ってしまうというか、その強くなってしまうので、まあその冷静な時だったらいいんですけど、やっぱりちょっとものすごく落ち込んだりとか悲しかった後っていうのは、ついついやっぱりそのいっぱい欲しいみたいになってしまう、たくさん物が欲しいとか、お金が欲しいとか、まあ、愛情が欲しいとか思いすぎてしまうところがありますので、まあ、そこをちょっと気をつけていただくといいかもしれません。そういう状態になってしまった時には、あ、これはちょっと落ち着こうっていう感じがいいんじゃないかなと思います。すごくねこの全体運でめちゃくちゃこうラブな感じが出ているので、恋愛はすごくうまくいくんじゃないかなと思います。はい、失望に暮れてちょっとしばらく、まあ、動いてないかもしれないんですが、まあ、行動が
思うような結果にならなかった方もやっぱりその経験をね、経験を持っておられるので、そこはもう自信を持って、また新たにこうなっていこうっていうことを決断できるようになってなるという感じがします。はい、お仕事を産んでみます。うん、やっぱりこうで、一緒にやってこられた方が、もしかしたらその辛いことを一緒に経験されたことによってチームワークが、深まっ、チームワークというか仲間意識が深まって、いい仕事ができる。まあ、やっぱ今後は失敗できないから、まあ、失敗したくないしから計画を立ててみるといいかもしれません。で、やっぱり経験値が増えているので、やっぱ失敗っていうのは悪いことばっかりじゃなくて、今後の計画に役立ってたりとか、まあ、失敗っていうこともないんですが、まあその何かちょっと困りごととか失ったものが何かあったとしても、確実に経験値にはなるし、そうやって人に教えることもできるっていうことですので、まあなんかね、すごいこの落ち込んでた感じからの復活がすごいですね。なんかもう自信がやっぱりこうパートナーの方のご協力とかが、ご協力っていうかそのおられることによってすごく心強いので進んでいきやすくなる。やっぱチームを率いていける、やっぱリーダーですね。リーダーに抜擢されるとか、素敵なチームが出来上がってそこのリーダーに抜擢されるみたいなことがあるかもしれません。はい、次、恋愛運。まあ先ほどから何度もお伝えしていますが、それね、すごく全体運がいいカード、恋愛については良いカードが出ていたんですが、まあそのなんかそのやっぱ引き継ぐ、キューピッドですね、仲を取り持ってくれる、くださるような方が現れるとか、そういう機会が訪れることによってやっぱり好転するって感じですね。恋愛がお付き合いされておられる方もきっとその中が何かその
キューピッド的な方がおられることによって仲が深まるとか、あとなんか一緒に旅立つ、旅行に行ってみるとかいい感じがします。まあ、またはそのスタートですね、やっぱ始まり、やっぱこう恋愛成就するので、新しい恋愛の始まりとか新生活、まあ、またはもしかしたらご結婚されたりね、そのお付き合いされていた方は進展があって新しい生活が始まるっていう感じもします。まあ、そし新しく一緒にやっていくことについて、まあね、すごく恋愛成就とか結婚決まってすごく嬉しいみたいにはなるんですが、やっぱりちょっとその先がちょっと不安になることももしかしたらあるかもしれませんけど、そこも不安にならなくても大丈夫っていう感じがします。なんかこう進む先はいい方向に向かっていくっていうような感じがします。まあ、感じがしますし、やっぱりあなたのことを信頼することによってその相手の方の絵も信頼ができるっていうことですので、まずは自分っていうところもちょっと思っていただけるといいかなと思います。はい、選択肢なんですが、まあ、あなたにとってなんかこう違和感があったりするものを取り除くというカード、不調和なものは何ですかっていうカードなんですが、悲しいことや失敗みたいなことがあって、いつまでもそこにとらわれずに、やっぱりなんか打ち破っていく力みたいなところも感じます。まあ、そのメタモルフォーゼみたいな、その変容をしていく、やっぱずっと同じことっていうのが実は本当は不自然なことなので、どんどん変わっていけるあなたであってくださいという感じがしますね。まあ、そのね、恋愛もうまくいって、お仕事もなんかすごくうまくいくっていう感じですので、ぜひ、まあ、もう失敗を糧にして手放して変わっていきましょうっていう感じがします。はい、最後にアドバイス引かせていただきます。はい、なんかね、さっきも手放しって言ったんですけども、やっぱりその浄化ですね。手放していくこと、すみません、なんかね、繰り返しが多いんですが、どうしてもその気持ちとか悲しかった気持ちとかが残っていってしまうっていうのはもちろん仕方がないことですし、悪いっていうことではないんですが、その手放していくことが大事で、浄化するにはなんかね、いろんなやり方はあるんですが、まあ、ネガティブなことを考えてしまうっていうことがあれば、その時に感じている感覚に意識を持っていくと終わっていくっていうことはあります。単純に
洗うとかそのままなんですが、お塩のお風呂に入る、お塩をちょっと一つかみ入れた天日塩ですね、お風呂に入るとか、そういったことも浄化になったりします。まあその感情とかネガティブな方、感覚感情っていうのはちょっと そういったことで解消するっていうことは、私もその確実にはお伝えできないんですが、まあその神社に行ったりとか流れに乗るっていうのもある意味その場から離れる、なんかね、そのすごい対比がある気がするんですが、失うっていうこともある意味浄化ではあって、だからそのせっかくこの失ったことによって空いた空白に、そのたくさん素敵なことがやってくるっていうことですので、まあその不必要なものは手放していくっていうことが良いかもしれません。はい、それでは、ヘマタイとお選びの方のリーディング以上になります。ありがとうございました。はい、 C ユカナイトお選びの方のリーディング始めます。よろしくお願いします。はい、それでは現状から。淡々とお仕事やることをこなされておられて、こう仕事が淡々とこなすんですが、やっぱちょっとこれでいいのかなって思われてる。毎日が変わりなくて頑張り屋さんというか、淡々とこなされている感じがするんですが、やっぱりそんな中でここから抜けたいなとか、助けが欲しいと思われている方がおられるかもしれません。なんかやっぱりすごく頑張っておられる感じがしますね。ちょっと耐えている。なんか自分がやってることに今その、まあ、対価が見合っていない、お給料とか、まあ例えば、主婦の方だったらその何か、なんか私はたくさんやってるけど、なんかこう認めてもらえていないなとか、なんかでもやることがたくさんあって動けない、動けないけれども、
動けないけれども、その中からどうにかしていきたいっていう気持ちがあって、動きたい方向を考えたりとか、まあアイディアを練っていたり、ちょっとこうひらめいたことがあったりするかもしれません。はい、では6月あなたに起こること、全体音です。そうですね、なんか昔好きだったことや恋愛や、っていうのを思い出してみると、まあ、思い出すことがある、または懐かしい人ともう一度出会う、まあ、その困ったことに対してのアドバイスをくださる方が現れたりとか、もしその結婚されておられる方がいたら旦那様とか恋人、まあ、男性でもね、奥さんとか、あなたのことを見てくれていないかなと思っていた方がすごくこう気持ちをかけてくれるようになる、助けてくれるようになるという感じもします。今までずっと頑張ってこられたところから抜けるっていうのは結構怖いことだったりするし、本当はやめたいと思っていることとか環境があるけども、もうやめようと決めて進んでいく、まあ、これから今までやっぱり積み重ねてきたことがたくさんあるので、まあ、それの、まあ、見返りがやってくる、やっぱりこうなんかね、そこから出ていくための計画を立てる、やっぱり次に進むが来ています。やっぱりもうちょっとこのどこにも行けないっていうような感じからはもうやめて、計画的にいい方へ向かっていけるような計画が立てれますっていう感じがします。はい、それではお仕事について引いてみます。はい、
お仕事においては、まあどうしてもやっぱ変わりたくないっていう気持ちがちょっと強いのかもしれないんですが、もう一枚カードですね。お仕事が、まあ、すぐに辞めたいとか、まあ、例えばなんかプロジェクトを降りたいって思うかもしれないんですが、これはねすごく解放されるっていうカードではあるので、まあ、その嫌だったことがもしかしたら辞めないで解決していくとか、まあ、もうちょっと先に解決する解放されるような出来事が起こるから、なんか問題だったことがなくなる、まあお仕事を片付ける力がすごく上がるとか、お仕事の処理速度が速くなるとか、辞められないっていう気持ちはあるけども、一旦そこのその職場が何かその仲間同士ですごく仲良くなって、なんかまあもしかしたら上司の方は嫌かもしれないけども、それでちょっと一旦安定する、まあその先には解放が待っているというような感じがします。はい、それでは、恋愛運ですね。恋愛運なんですが、心配しなくていいような状態であるということですね。恋愛運はなんかね、これちょっとね、婚約指輪とかなんか指輪みたいに見えるんですが、宝石かもしれないですけど、なんかこう指輪がもらえるような感じっていう感じがします。なんかプレゼントをもらえる、まあ物っていうのもあるかもしれないんですが、気持ちをプレゼントしてもらえるみたいな感じももしかしたらあるかもしれません。パートナーおられる方はプレゼントで、まあ、そのもしかしたらプロポーズされるとか、おられない方も告白されるとか、心配失敗しないでいることが大事っていう感じなんですが、そうですね、ちょっともう一枚引きます。もう心配はなくなるので、なんかこう、まあ、もしかしたら過去のなんかお相手の方にしたこととか、自分の中にあるなんか自分が悪いかもしれないみたいな心はもう忘れて、あなたの中の純粋な気持ちとかを大事にできるようになる。まずはやっぱり自分のことを大事に愛して慈しんであげるっていうことがすごく必要だと思いますので、もしそれ何かそのことが引っかかっておられる、何か引っかかることがあるっていうことでしたら、それを手放して心配しなくて
いいよっていうような状況になっていきますのでね、プレゼントをもらえるような状況になっていきますので、ぜひなんかこう自分のことをまず愛すっていうことをやってみてください。はい、それでは選択肢ですが、はい、なんかねこれね、もうこのまま進んでいっていいよっていうカードなんですが、もうねそのままやっぱりその心配しなくていい、まあこれは恋愛で出てるんですが、心配しない、進んでいけない状態ですすらも間違いないっていう、その待つ時間っていうのも必要だったりします。その進めなくてなんかこう もだえている時間とか試行錯誤する時間っていうのも振り返ると糧になっていくっていうことではありますので、まあそれすらも進んでいるっていうことにと思ってよしっていう感じがします。はい、正しい方に進めているっていう感じのカードです。はい、最後にアドバイス引きます。魔法、はい、やっぱりなんかこう人生で起こってくるっていうことっていうのはなんかこういいことだけ悪いことだけっていうことではなくて、もうその時々にその瞬間のうまみっていうのがあって、それをぜひ味わってくださいっていう感じです。その今進めないでいる方、なんかこう周りもなんか問題に囲まれていたりして動けないとか、辛いこと、はい、進めないことっていうのはもちろんすぐ解決したいし、進みたいとは思われると思うんですが、その瞬間っていうのはもう同じ完全に同じ瞬間っていうのは二度と来ないので、それを一つ一つ味わう、でそのそれが全て糧になって、あなたの人生の彩りね、このいろんな色の彩りになっていきますので、ぜひ味わっていただきたいと思います。まあ魔法っていうことなんですけども、まあそういう過程を得たことによってあなたができるような魔法がいっぱい使えるようになるっていうことでもあると思うので、まあ、魔法っていうのはその驚くようなことっていうよりも、なんかその、まあ、本当はその一瞬一瞬が全て魔法だったみたいなことにもしかしたら いつか気づくことがあるかもしれません。なんかね、動いてない時とかは本当もう魔法なんて思えないかもしれないんですが、その瞬間が魔法だったというような感じじゃないかなと思います。はい、それではゆかないとお選びの方のリーディング以上になります。ありがとうございました。はい、すべてのリーディングが終わりました。いかがだったでしょうか。また最後のゆかないとさんのリーディングでもお伝えしたんですけども、そのなんかね、どうしても辛い時っていうのはもうどうにかしてここを解決させて、ここからもう出ていきたいし、なんとかしていきたいっていうのはもちろんね、私もすごいもう人生いろいろあったので思うんですが、
やっぱりそのことがあるからこその、感謝できることがあったりとか、そうですね、なんかそのよりその一つのことに感謝できるとか、まあ、それこそ本当にね、もうめちゃくちゃしんどい時に感謝なんてね、本当になんか感謝がいいって言われたってけみたいな感じに思うことなんか多々あったんですが、まあ、でも改めてその辛いことを乗り越えると本当にそのありがたいなって思うことが増えて、やっぱり全部必然的に起こっていたっていうこともあります。まあその もちろんね、楽しいことが多い方がいいんですが、その変化していく過程で、まあ少し悪い風に見えたりとか、まあその見方を変えると良かったことがあったりとかするし、まあ、それから、お一人で頑張るっていうことじゃなくて、まあ、助けを求めたりとか、まあ、辛い時はね、ぜひ、何か我慢しすぎないでほっとすることを少しでも、すいません、この間のリーディングでもお伝えしたかもしれないんですが、まあ、そのほっとすることを少しでもやってみるといいんじゃないかなと思います。私もそこでなんとか、歩いてきた感じがあります。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変ありがたいです。で、いつも聞いていただいてありがとうございます。はい、それではありがとうございました。